お待たせいたしまして、申し訳ありませんあの、4時からの予定のところが30分も延びてしまいましたが、えー、これから、えー、広域連合委員会を始めたいと思っております。えー、あの本日ですね、4時16時から、全国知事会の新型コロナウイルス緊急対策本部が、えーまあ、ウェブで行われておりまして、 えー、そこに、飯泉本部長、平井本部長代理代行、西脇副本部長、黒岩副本部長、神奈川県知事で、ここは関係ないんですけど、えー、その意見交換が開催されておりますので、えー、本委員会には飯泉委員と平井委員は欠席で、西脇副広域連合長は、途中からご自身の発言終わり次第参加ということになっております。 でまず、あの、議題でございますけれども、えー、関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について、あの、みんなの経験をまとめましたので、えー、これについて、えー、事務局から説明をお願いします。公益防災局と公益医療局、両方まとめてやってください。 はいえー、それでは資料1をご覧ください、えー、関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等についてということで、まずは感染症の発生状況等の関連情報につきまして、広域防災局の方からご報告申し上げます。えー、1枚お見送りいただきまして、別添1の1をご覧ください、えー、関西圏域における感染症の発生状況でございます、えー、現状といたしまして、3月の22日0時時点の、えー、状況を取りまとめたものでございます。 新規感染者,患者数につきましては、関西圏、都道トータルで 85, 8万5498ということで、前回の本部会議においてご報告いたしました2月24日時点の数値にしますと、比べまして4200ほど増えているという状況ですが、これはその前の1月と比べますと、1万1000だったのが4200ということで、この1月は増加傾向が鈍化しているという状況にございます。 それから全療養者数ですが、トータル2683名ということですが、これは一月前と比べますと、147名の減ということになっています。その内容を見てみますと、入院のうち中等症等についてが135ほど減、また自宅療養者が180余り減というふうなことが起用しているという状況でございます。感染経路につきましては、この傾向については大きく変わってございません。 2行目にあります家族、これが1万4000余りということで21、21%を占めるほか、医療施設、社会福祉施設といったクラスター関連で発生しているという感染経路が見て取れる次第でございます。お願いいたします関西圏域における新規発生者数の推移をグラフにしているものでありますが、折れ線グラフが1週間移動平均でございます。 それをご覧いただきますと、一番右側の端、最近のところで見ますと、2月の28日に関西の3府県、京都、大阪、兵庫が緊急事態宣言解除されたところから、3月に入りまして、緩やかに上昇傾向になっているというふうな現状でございます。ただ関西圏域におけるステージ判断指標の状況を見てみますと医療提供体制では 病床使用率の一部、大阪府や兵庫県です、若干ステージ3、政府が定めるステージ3基準を上回っているものの、監視体制、PCR 検査の陽性率はすべての府県で基準を下回っている、ただ、感染状況では、右から2つ目の列をご覧いただきますと、陽性者数の全周比が基準の1倍超を上回る府県が8府県中6と。 いうふうなことで、ここへ来まして足元全集から増えているという状況が全体的に見て取れる次第であります。次のページをご覧いただきますと、5ページでございますが、関西圏の主要駅の人流の変化分析をしております。緊急事態宣言前を100%とした場合の状況ですが、 棒グラフで示しております、中ほどの京都府、大阪府、兵庫県の主要駅を見ますと、緊急事態宣言後は下がったところですが、ここへ来て右肩上がり、増加しておりますし、左端の滋賀県をはじめとします奈良和歌山、徳島も含めまして、人流については緊急事態宣言の前を上回るような状況になっているということでございます。 下に参考としまして、人口10万人当たりの直近1週間の感染者数を示しております、全国の状況ですが、ご案内のとおり、宮城県にあってはステージ4の基準を上回る、また沖縄県にあってはステージ3の基準を上回るというふうな感染状況になっているという次第であります。次のページをご覧いただきますと、関西圏におけます 新規感染者数の推移、先ほどもご覧いただきましたが、1週間の移動平均でそれぞれの府県別に示しているものであります。一番上の関西県域全体の折れ線グラフの太線を見ていただきますと、先ほどもご紹介いたしましたが、3月に入りまして、緩やかに上昇傾向になっているということであります。次のページの別点1-2といいますのが、A3 資料で取りまとめております、各府県の対処方針。 3月の22日時点のものもであります例えば、左側の滋賀県におきましては、自粛要請解除の判断基準といたしまして、2月の26日から注意ステージ、ステージ2へ引き下げという状況ですが、京都府にあっては、感染再拡大防止対策のための目安としまして、3月の22日から改定をされています、その状況を示している次第です。 えー、次のページをご覧いただきますと、例えば大阪府にありましても、えー、その指標としまして、府、え、民、ー、に対する警戒の基準ということで、太線で示しているところにあるというものでありますけれども、今、3月1日よりイエローステージ、警戒という状況にあるという時代であります。 兵庫県にあっても、まあ、ここでは、えー、基準を示しておりますけれども、飲食店等への営業時短要請を行っている大阪・兵庫というふうなものの、えー、状況であります。そのほか、えー、各府県における取り組みとしまして、えー、右側にありますように、府県民への要請や事業主の要請、今、時短要請のお話をしましたが、各府県の取り組みを整理しておりますので、ご参照をください。 引き続きまして、広域医療局から、えー、新型コロナウイルス感染症にかかる検査医療体,あの体制等につきまして、ご報告いたします。15ページ、別点2をご覧ください。えー こちら、あの各厚生保健師の検査体制や相談体制などにつきまして、情報共有をさせていただいているところでございますが、えー、今回は3月22日時点の状況について整理をいたしあの基本的に22日時点の状況について整理をいたしております。まず新たな項目と,項目といたしまして、1、ワクチン接種状況を加えております。 新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、関西では2月18日の兵庫県内の医療機関を皮切りに、医療従事者への先行接種が始まり、3月に入って順次、優先接種が始まっているところでございます。先週末までの時点で、先行接種は1回目が4654人、2回目が3209人、優先接種につきましては、1回目が10万416人の方に接種が終わっているという状況でございます。 えー、高齢者等につきましては、来月から接種が始まる予定となっておりまして、枠だけを設定しております。えー、次,あ次に、えー、と2の診療・検査医療機関設置状況についてでございます。前回2月24日現在では、全厚生府県で4777箇所だったところ、ほぼすべての厚生府県市で増加し、えー、4856箇所となっております。 また右側の、えー、医師会等が行政検査の運営を行う地域外来検査センターにつきましては、前回と変わらず全体で105所となっております、えー。次のページをご覧ください、えー。3、検査分析の状況につきましては、地方衛生研究所、えー、保健所、民間検査機関、大学医療機関における最大限稼働した場合の検査数を調査しているというものでございます。こちらにつきましては、PCR、抗原検査ともに滋賀県で増加し、 えー、PCR 検査全体で 28, 2万8220件、抗原検査、訂正・定量合わせて4万2295件、総計7万515件が1日当たり最大検査可能数となっております。えー、ページをおめくりいただきまして、えー、5、検査実績の欄をご覧ください。 こちらにつきましては、実数の早期かつ正確な把握が可能である地方衛生研究所、健所を行う PCR 検査を参考に掲載しております。2月に入って減少健康に転じていた検査実績でございますが、今回の調査では、直近1週間の平均が1日に1万934件となり、一月前と比較いたしますと、平均して1日に3000件以上増加しているという状況でございます。 下の表、入院可能病院数等でございますが、えー、こちらにつきましては、えー、前回234か所であったところ、京都府で増加され、現在の病床人数は241か所となっております。また、受け入れ可能病床数につきましても、えー、前回4340であったところ、京都府、大阪府で病床を確保される、一方で、えー、和歌山県では感染状況を見ながら、一部を一般の病床に戻したということで、えー、現時点では、えー、4400床となってお,るにおります。 次のページでございますが、こちら7、7都道府県調整本部の設置、それから医療機関以外の受け入れ体制、こちら、8番の下のカランでございますけど、医療機関以外の受け入れ体制につきましては、前回と調査から変更ございません、29箇所、5473指数となっております。次のページの相談体制の欄につきましても、前回と変更はございません。 え別添2につきましては以上でございますなお別添3といたしまして全国知事会緊急提言等をご参考に添付いたしております小池予約局から以上でございますはいありがとうございました、えー、これにつきまして何、えー、かコメントございませんかあの吉村さん何か言われます あの現在の,の感染状況、まあ、特に大阪ですけども、この3日見てもです、ね、えー、感染やはり増加傾向にあるというふうに思います。あのー 3日前約180、そして先日で260、き今日も5時過ぎたら発表しますけど、ほぼ同じ260台になるだろうというふうに思っていますので、そういった意味では、この感染というのは拡大傾向にあると、要因様々考えられますけども、やはりこの3月中旬、下旬、4月上旬、気をつけなければいけない時期、人の出という意味では、 卒業であったり新たに今後入学であったり人が大きく動く時期でもありますしやはり人流というのが増えてきている結果特に若い世代で感染が増えているという傾向にもありますなのでこの感染対策という意味ではより警戒しなければならない時期でもありますしここについては感染対策を強化していきたいというふうに思っています。 基本的に兵庫、大阪と同様の傾向でして、今日が100、昨日は181、おとといが86だったかなというような状況で、急、え、激、ー、に増えてきています、かなりあの危険水域に近づいてきているんじゃないかという懸念を持っています、えー、若い人が多いというのも全く同じ傾向で、えー、ございますので、 あの我々4月1日からの対応をです、ね、どうするかあの対策本部会議を、まあ、来週早々には開いてあの十分、うん、対策を行えるようにいい相談をしていきたいこのように思っておりますあの対応としてはきっと大阪市さんとも十分です、ね、あの整合性を持つようなあの対応にするようにあの。 留意をしていいくつもりでございますどうぞどうも遅くなりままして申しし申訳ございませんでした京都の場合はあの、昨日現在で1週間の移動平均で1日当たりの感染が12は超えましたけれども、まあ、一時期5人ぐらいという最低のレベルでは少し上がってきております、ただ、人口10万人当たりの感染者数では、全国で昨日現在23位ということで低いんですが、今の、 徐々に増えているところを分析しますと、やっぱり20代、30代の若い層と、大学生が増えているということで、あの今後については、あの当然、緊張感をもて対応しています。一方あの、飲食店等に対する時短要請につきましては、21日で終了しまして、22日からはしておりませんが、変わりまして、えー、京,都京都の5つのマナーが、今日の食文化を守るというキャッチフレーズで、まあ、新たな、あの、 飲食店対策を打ち出しております。特に、あの、換気が重要だということで、空気清浄機とか換気扇に合わせまして、CO2 濃度の測定機の設置の補助も制度を設けまして、しかもソフト対策ということで、その数値をですね、定期的にモニタリングをするというようなこともやっております。ただ、あの、吉村支持移知事が発言されておますが、やはり一体の経済圏でもございますので、あの、近隣府県の感染状況も十分モニタリングをしながらですね、 次の対策につなげていきたいというふうに思っておりますので、まあ、引き続き、協調を連携して取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あの、えー、皆さんに言ってもらったらいいんですが、気にがないので。あの、えっ、ー、と、その他お代表しまして、私から一言申し上げますと、和歌山県は。あの、ゼロになったり、一になったり、せいぜい二人ぐらいというんで、ずっと。 やれやれと思った時期があるんですがここのところへ来てちょっと増えてきました特にあの変異種、えー、和歌山県のしっかり全部調べることができるので変異種が結構あるなという感じがあってまあ,あの少しあの不気味な感じがしております、えー、という状態でございますんで、えー、ちょっと皆さんにですね あの府県市民向け宣言案を出してはどうかというふうに思いました、事務局から広域防災局の方からよろしくお願いします、はい、非常に配布させていただいております、別添4、あの赤い帯の資料をご覧ください、関西年度末年度初め感染拡大防止徹底宣言案ということでございます。 緊急事態宣言解除された後ですが、関西圏では今、お話がありました通り、感染者が増加傾向にある上に、変異株の増加による感染拡大が懸念されます。こういった中で、年度が変わるこの時期、飲食機会が増加するというふうなこともありますので、関西全体で改めて感染拡大防止対策の徹底に取り組みましょうということで、府県市民の皆さんに呼びかけさせていただきたいと考えています。 会食につきましては、家族を除いて、極力1グループ4人以内を単位とし、長時間の飲食は控え、また会食の際は、扇子やマスク等により飛沫を防止しようというふうなことをまず最初に訴えさせていただきまして、そうした会食など、感染リスクの高い施設の利用の後は、一定期間、人との接触に注意するなど、家庭内においても人にうつさない行動をしよう、さらに、歓送迎会、車掩会、宴会を伴う花見など、極力控えましょう。 そしてマスクの着用をはじめとする感染防止の基本、これを徹底しましょう、そして飲食店等にあっては、アクリル板の設置をはじめとする、今もお話ありました換気など、感染防止対策を強化するとともに、時短要請がある場合は、営業時間短縮に協力しよう、そして最後にテレワーク、テレビ会議などを一層推進しようということで、従前から訴えさせていただいていることを、少し強調させていただく部分を加えまして、お願いしたいと考えております。いかかがでしょうか いかがでしょうか。あのちょっとあの事務的なあるいはあの我々の打ち合わせを含めてこれで行こうというふうに、えー、まとめてまいりましたが、えー、よろしいございますか。それじゃあ,あの各府県、えー、民に訴えるということでよろしくお願い申し上げます。えー、では次のあの事項に移りましてあどうぞどうぞどうぞはい。あの徳島県ですがあの広域医療担当県として一言。 発言させていただきます昨年の12月から全国知事会と関西広域連合において実施をしておりました大阪コロナ重症センターへの看護師の派遣についてですが関西広域連合管内から6府県で17名そして全国的には13府県で27名の看護師を派遣いただいておりましてで3月の15日をもって終了いたしました。で泉知事より各府県市ににおいて第3波の対応に追われる中で ご協力いただきましたこと、全国知事会長として、そしてまた広域医療担当委員として、大変感謝申し上げる次第であります、との言葉を預かってまいりましたので、どうも皆様方、ありがとうございました。お世話になりました。 あの、この点について、本当に泉会長を含めて関西広域連合の皆さん、それから全国知事会の皆さんにあの大阪府は当事者でありますから、あの重症コロナセンターをこう動かしていく上でですね。本当に多くのご協力をいただきました。そのことにあの感謝を申し上げたいと思います。あのまあ、当時なかなかま住、あ、所センターは作ってですねいきなりフル回転させなければいけないような状況になって当初予定ではなかなか難しかったところです。けど、皆さんのご協力で当初から。振り返 採点をさせることができて、えー、この対応を取れたということに、皆さんに感謝を申し上げたいと思います。また、あの医療従事者の皆さんにですね。えー。この様々なこの結果というか、資料そこも含めて、えー、感謝の言葉と当たり前なんですけれども、あのそういったものを含めて、あの次またいろんなとこ。ろでもこれがうまく活用というかですね、えー、できるように。 いろんなこの情報の今日も含めていろいろお伝えもしているところでもあります。あの本当にあのご支援いただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではあの次に今日次の事項に移りまして令和三年度の関西広域連合の組織体制について本部事務局からお願いします。はい、それでは資料にお願いいたします。まず一点目の本部事務局ですが。 関西広域連合の次なる10年に向けた課題に的確に対応するため、本部事務局に次長計画調整担当と次長総務企画担当2名を配置することといたします。2点目の分野事務局、広域産業振興局でございます。内閣府のスタートアップエコシステム拠点形成戦略に大阪、京都、兵庫、神戸の各コンソーシアムがグローバル拠点都市に選定されたことを受け、 関西のスタートアップエコシステムを推進するため、下の図の通り、広域産業局にスタートアップ支援課を新設いたします。説明は以上です。はい、ありがとうございました、えー。これはよろしくお願いしますね。はい、えー、それではもう一つの協議事項でありますが、えー、大阪関西万博・関西広域連合パビリオン共同出展に関する基本構想事務局案について、 事務局から説明してください、はい、恐れます資料3をご覧になってください、えー、大阪・関西万博への関西広域連合のパビリオン出展に関しまして、基本構想の事務局案というものを作成をいたしました、えー、今後、本広域連合委員会において、各府県市の参画について、えー、そして出展のあり方について、議論を進めてまいりたいというように考えております。 なお、大阪府市につきましては、府市のパビリオンを出されるということがございます。よって、本基本構想案では、大阪府市以外の関西広域連合、厚生府県市を基本対象と考えておるところでございます。加えて、連携府県であります、福井県、三重県への参加呼びかけも進めておるところでございます。まず、1枚目のテーマのところでございますが、テーマにつきましては、記載のとおり、命輝く関西。 有給の歴史と現在というようにいたしました。それから2で書いてございますのは、出店で目指すものというものでございます。えー、基本、万博会場にいながらにして、関西各地を体験していただこうと、そして観光や移住、そして企業進出につなげていきたいというように考えておるところでございます。また、パビリオン内においては、関西各地のいろいろな意味でのナンバーワン、こういったものに触れる場も設けていきたいと考えております。3番に書いております、出店の特徴をかいつまんで申し上げます。 コンテンツの制作や物販など、域内に多彩なメンバーがいらっしゃいます、こういったメンバーが参画できるようにしたいと考えております。えー、同じように、域内のアカデミアであったり、企業等の出展機会も提供をしたいと、えー、その上で、えー、肝になる部分でございますが、総額経費はぐっと抑えたいというように考えておりますので、この上で、最新の技術体験を提供していきたいというように考えております。なお、関西全体の展示をざっと行うだけではなしに、 独自のスペースでの出展を希望される府県市もいらっしゃると存じますのでこれらの府県市については独自の出展スペースも準備をしたいと考えております四番目には今後のスケジュールを変えてございますこれから八月までの間展示運営に関する詳細検討をしてまいります広域連合委員会におきましては三角の府県市とパビリオンの内容等議論をいただいた上で 8月にはできればパビリオン出展となれば、その原案を取りまとめ、出展についての意思決定をいただきたいと思っております。9月には博覧会協会に対して出展の意思を伝えていきたいと考えております。次のページ以降、横長のペーパーに基づきまして、基本構想の事務局案本体をご説明をいたします。まず1ページ目でございます。パビリオンは、場所につきましては、大阪府市パビリオン隣接地に置きたいというように考えております。 その次のページでございますが、出展の意義をまとめております。大阪・関西万博の効果を関西一円に波及させようと、えー、加えてバーチャル体験などで直接関西の魅力発信をすること、そしてこのパビリオンは関西全体へ来場者をお越しいただくゲートウェイとして機能させたいというように考えております。3ページ目でございますが、これは出展の考え方でございますが、先ほどご説明したとおりでございます。 次の4ページ目でございますが、展示の概要についてでございます、えー。関西の現在と過去、そして未来というものを疑似体験できるようにしたいとで、えー、関西の観光、文化、それから産業、生活に関わる情報を提供したいと考えておりまして、えー、関西各地を体験する、えー、イベントごとであったり、商品販売などのリアルなイベントもこの場では開催をしたいと思っております。えー、展示につきましてはは現時点ででなく企画の最終段階で 最,新最終段階でのその時点の最新デバイスを採用した上で関西各地の体験をいただくことと考えておりますパビリオンにつきましては先ほども申し上げましたが共通スペースでの各府県市の展示に合わせて独自に出展される府県市向けのスペースも設けますそれぞれを行き来しながら関西を楽しんでもらうというようなことを狙いにしておりますなおデジタルコンテンツが中心になる可能性がございますその場合につきましては 会場外からのアクセスも可能といたしますが、少し機能は限定すべきかと考えておるところでございます。さて、最後のページでございますが、パビリオンの現時点での規模と配置のイメージでございます。まだ具体の設計は行っておりません。ただ、費用を最小にするということ、そして各府県市の多彩な三角パターンが考えられますので、こういった三角パターンであったり、占有面積に関わる 多くの要望と調整を考えた上でイメージできやすい、正しに実現可能な建物というものを一旦事務局で準備をしたものでございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。あの、えー、まあ、関西広域連合で、あの大阪府史館の近くにですね、あのパビリオンを置こうではないかと。で、まああの。 えどういう各府県市がですねどのような形で参加するかというのはまあ決めていただいて、基本的にはあの全体で全体のことだけをやるというんじゃなくて、全体は関西の宣伝をするけれども、それぞれの府県市のブースを設けて、そこでえ共通のコンセプト、すなわちひ一言で言うと、バーチャルリアリティだと思いますけど、 一番、あの、それぞれのところで訴えたいものを、あの、疑似体験してもらって、で、リアルな体験は、そこから、夢島から、またその、府県市に行ってもらって、リアルな体験をしてもらうと。こんなコンセプトでいいんじゃないかと私は思ってるんです。で、どうやってご参加になるか。それは、これから皆さん決めていただいたらいいんで、あの、ここの絵は、三つぐらいが、あの、参加したいと。 でちょっと参加したいっていうのは1つか2つというぐらいのイメージなんですけどもっと本格的にやりたいっていうのはこの円が大きな円が増えていくというようなイメージですただこの円で設計をするというようなことを絶に決めてるわけじゃなくてそれはまた皆さんで考えていくということになろうかと思います、えー、あのご意見どうぞよかったらはいどうぞ あのここにテーマ、命輝く関西有給の歴史と現在とありますが、この関西をどう見せるか、関西の魅力をどう存分に味わっていただくかというのが大事だと思いますので、ここに関しては、それぞれの府県市でありますが、戦略を練ってやるべきだなというふうに考えています。特に日本の歴史の中で長い間、中心となっていた地域ですので、来られる方々、まあ、日本の方も含めてですね、 存分に伝わるための努力が必要だなというふうに思っていますそして大阪府市間と隣接した場所にあるということですので堺市おそらくあの今大阪府市間での参加を想定をしていますがこの関西の中の大阪府市とそして関西とのこのつながりコラボレーションというものをきちんと示せるように、はい、持っていきたいなというふうに思っています以上ですありがとうございました、えー、他にございませんかはいどうぞ あの万博協会の,あの基本方針でも位置づけられてますけれども、サテライトをですね、あの兵庫、まあ、3つぐらいは最低作りたいと思ってまして、そのサテライトとの関連で、あのこのパビリオンにもあのゲートウェイ的機能を持たせていただくことがあのできるのであの、このコンセプトは、あの 大賛成でございます。あわせてサテライトをどういうふうにあのこの本体のパビリオンとつなぐかっていうのはこれから少しあの工夫がいるのではないかと考えておりまして、あのまたその場合にはあの提案をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、わかりました。あの兵庫県だけじゃなくてサテライトを置こうかなと思ってられるところもたくさんあるとたくさんかどうか知りませんがあると思うので。 それは、あの、それぞれの県で、府県で、県市で、あの、お考えいただいて、それで、まあ、全体として調整していくということにしていきたいと思います。えー、他にございませんかよろしくお願いしますかそれじゃあ、あの、次に行かせていただきます。あとはですね、報告事項でございます。で、あの、時間も押しておりますので、あの、報告事項を、パパパッと、 あのそれぞれ、えー、説明をあの事務局からお願いします、あ事務局でもないか、えー、まずあの関西広域観光文化のプロモーション動画について、えー、西脇さん、資料4をご覧いただきたいと思います、えー、関西広域観光文化のプロモーション動画、まず観光については、あの今年の1月に、えー、連合委員会で公開についてお伝えしました、関西人、インプレッシブ関西につきましてです、ね、非常にあの高い評価をいただいておりまして、 3月3日に開催されました日本国際観光映像祭におきましてですね、日本部門、旅部門、旅ムービー部門での最優秀作品賞を受賞いたしまして、今まで75万回を超える視聴を、回数を獲得しております。で文化につきましては、まあ、大技能ということで、えー、この3月に作成いたしました和歌山県の道場寺などですね、人形浄瑠璃と物語の舞台となった景勝地などを紹介する英語版の動画を作成して、今月中旬から 順きょう、あの今日本当、ようやく版で、極めて短いんで、1分以内のやつが2本あるだけなんで、ちょっとご覧いただきたいと思います。今かかりますんでフォロワー数が全然伸びないアジアンガールが。 人との出会いが街との出会いが彼女の心を震わせる心がジ員となる関西だけの感動の旅へ関西人員 以上でございます。あの本編はもっと長いんでですね、これようやく版でございます。まあ、いずれにしてもあの観光も文化も非常に厳しい状況にあるわけでございますけれども、まあ、コロナ収束を目据えて、インバウンド回復に向けたプロモーション、それからまあ関西の文化の元気回復に努めてまいります。報告は以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それじゃああの次に、ワールドマスターズゲームズ2021関西について、えー、組織委員会の中塚事務局長からお願いします。はい。 ワールドマスターズゲーム組織委員会から2点ご報告をいたします。1点目、3ページをご覧ください。去る1月に新しい会期を発表いたしまして、1年延期に伴う各59の種目ごとに、会場、そして開催日程を調整いたしまして、3月1日、公表いたしました。5ページ、7ページ、別紙1の1、1の2に記載のとおりであります。 で3月1日をもちまして、エントリーを一旦終了しまして、すでに登録された1万5000人の皆さんに、新しい会期に応じて参加できるかどうかの今、調整をしているところであります。次の新たなエントリーは5月13日、あの会期1年前を予定しておりまして、この日程については来週月曜の理事会で正式に決定したいと考えております。なおえー 4種、競技6種目については、現在 IF 等と調整中でありますけれども、いずれも5月中旬、リ再エントリー開始までには調整の見込みであります。合わせてボランティアについても、これまで3日を単位というふうな言い方してましたけれども、まあ、1日2日でも参加できるということで、ちょっと文句を開けさせていただいております。2点目については、ページをご覧ください。コロナ禍の デモの中でも PR についていろいろ取り組んでいるということを紹介させていただいております。もうかいつまんで2点,2点だけご報告したいんですけれども、11ページの方に、企業および従業員の大会参加状況という項がちょうど真ん中ぐらいにあります。 ワールドマスターズゲームズの誘客の一つの力点を置きたいというところで、企業あるいは自治体の団体として、職員の皆さん、従業員の皆さんにご参加をいただくと、取りまとめいただくということをやっておりまして、現在43社、この中には和歌山県、兵庫県も入っていただいているんですけれども、従業員とか社員、職員の皆さんに働きかけをしていただいております。ちょっとコロナの関係で600人程度にとどまってますけれども、 あのこれはかなりあの今、各企業の方で人数、調整されているというふうに聞いております。これもあの関西らしい取り組みとして、今後とも力を入れていきたいと思っています。2点目は、1二ページの方にあ、すみません、十4ページで整理しておりますけれども、テストイベント、そしてオープン競技についての実施状況と今後の予定を記載しております。ここれも1年延期になったととという一つのチャンスとしてて捉えてよりあの 実際中身今後コロナの状況に応じて実行委員会の方でまた今後展開していただきたいというふうに考えています以上ですはい、ありがとうございました、えー、それではあの次の報告ですが、えー、関西広域連合帰宅困難者ナビの公開について広域防災局からお願いしますはい、資料6をお願いいたします 大規模災害発生時に、徒歩帰宅者が円滑に帰宅できるように、出発地と目的地を入力するだけで、徒歩帰宅ルート、また沿道の災害帰宅支援ステーション、これをネット上の地図で確認できる、関西広域連合帰宅困難者ナビを作成いたしまして、本日、3月25日に公開をいたしました。 主な機能といたしましては、今申し上げましたように、東北帰宅ルートの検索のほかに、関西広域連合が令和元年9月に策定いたしました帰宅困難者のガイドライン、これを掲載しております。活用方法としましては、平時に帰宅支援ステーションの位置、あるいは休憩場所、公衆トイレ、こういったことを確認をし、 あらかじめ再発災時の帰宅方法を計画できるということがあります。また実際の発災時には、えー、当該場所現在地から自宅等への帰宅ルートを検索し、えー、円滑に徒歩帰宅それを支援しようというサイトでございます、えー。裏面にサイトのイメージを掲載しておりますので、えー、ご参照ください。報告は以上でございます。はいありがとうございました。 えー、なんか便利なものがどんどんできていくという感じがいたします。えー、次は琵琶湖淀川流域対策に係る研究会でございまして、本部事務局からお願いします、はいえー、資料7をご覧ください。 ビア・美和小ヨ川流域対策に係る研究会につきましては、平成26年度に設立いたしまして、様々な流域の課題について議論させていただきました。その後28年度からそのうち優先的に議論すべきテーマに絞って、部会で有識者の方々にご議論いただきて、報告書を昨年の3月に取りまとめております。令和2年度につきましては、その報告書の中身を厚生府県市の間で共有すると,とともに、その中身を具体的な施策につなげ

水源保全に関する取り組みと二つ挙げさせていただいております。リスクファイナンスに関する取り組みと申しますのは、こちらに書いております、二の括弧一のところに書いております、公助としてですね、堤防や護岸の復旧とか、避難所の開設、それから救助活動といったもの、それと自助としてですね、私有財産を損害保険でカバーするものと、その隙間にあるコミュニティとしての防災活動に対して何らかの財産を 性的措置を講じられないいかというご提案について議論させていただきました。下の方に書いておりますけれども、保険として成り立たす場合にはです、ね、リスクに応じた保険料の設定が必要であるとか、流域全体での寄本の情勢が必要であるという意見を頂戴しておりますので、引き続き令和3年度にも議論を続けてまいりたいと思っております。次ののののページで,です、ね、水源保全に関する取り組みといたしましまて有識者の方の部会の報告書の の中で、こちらに図面を一個書いておりますけれども、将来的に上流の水源を関与しております森林あるいは農地におきまして、林業、農業に従事されておられる方が減少、あるいは高齢化して、金が行き届かなくなった場合に、どういう現象が起きるのかというのをシミュレーションしていただきました。この図面の 丸で囲っておりますエリアに関しましては、将来的にはですね、えー、下流域におきまして、えー、上水道あるいは農業用水として活用するための、降った雨水を有効に活用できなくなる可能性があるのではないかというご提案いただいております。その中でですね、流域全体としての水循環計画を策定するのも、一つの手法として有効ではないかというご意見を頂戴いたしましたので、そのことに関しまして、今年度議論を続けております。 下のカッコ3のところで、厚生保健師からの意見を記載しておりますけれども、実は流域の厚生保健所の中では既に水循環計画を策定する、しておられますところもございますので、全体として作ると重複することになるので、全体として作る必要があるんだろうかとか、あるいは、あ全体で計画を作る前に既に水源保全の取り組みというのがそれぞれの厚生保健師で実施されておられますので、まずはその情報共有の場を作っていくことから始め とはどうかというようなご意見を頂戴しております。今年度はあのコロナウイルスの感染の関係でですね、2回しか開催会議が開催できておりませんので、3年度につきましてもただいま申し上げましたような課題につきまして引き続き議論してまいりたいと思っております。報告は以上でございます。はい、ありがとうございました。あの何、えー、か質問等ありましたらそのパッと手を挙げていただければそこであのあ当てますのでよろしくお願いします。 えー、それでは内容ですから、えー、特区の最近の動きについて、特区担当からよろしくお願いします。えー、それではの特区担当の方から、えー、最近の動きご説明させていただきます、えー。資料8をご覧いただけたらと思います。で、関西圏と矢部市の、えー、国家戦略特区について、まあ、あの、計画事項として、えー、いろいろメニュー認められてます。で、令和2年に、えー、新規に えー、そこに上がってますように、京都府さん2県、矢節さん1件、で、大阪府1件、兵庫県1件の、えー、具体事業が、えー、内閣総理大臣の認定を受けております。えー、それとあの、それはもう細かい中身はまたご覧いただけたらと思います。で、あとあの、スーパーシティ、国家戦略特区で申し上げますと、あの、スーパーシティの動きがございます。で、昨年12月の25日に公募が開始されて、で、 来月、4月16日に締め切り、となっております。で、その後、国において、指定の手続きが進められる予定になっています。また、あの、公益連合といたしましても、イノベーション担当とも、連携を図りながら、情報の収集、発信に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。はい。 それではその次、関西水素サプライチェーン構想実現プラットフォームについて、エネルギー検討会からお願いします。あはい、資料9をお願いいたします。エネルギー検討会では、関西圏のポテンシャルを生かした製造から貯蔵、輸送、利活用までの水素サプライチェーン構想を、令和2年3月に策定をいたしたところでございます。その実現にに向けまして2月9日に 関西水素サプライチェーン構想実現プラットフォームを設置をいたしました。え本プラットフォームは構想の趣旨に賛同する事業者、試験研究機関、支援機関、並びに関西広域連合構成付近市を構成員とし、相互の情報共有と意見交換を行うことを目的としております。 4に記載のとおり2月9日にはキックオフ会合を記載の内容で開催をいたしました。また、理面に移りまして5になりますけれども、3月15日16日にはモビリティ分野、モビリティ以外の水素利活用をテーマとしてテーマ別の会合、ダイアログを開催をいたしました。キックオフ会合、ダイアログとも オンラインでの開催でございましたけれども、店員を超える参加をいただいたところでございます。参加いただいた事業者様からは、各社の水素にかかる取り組みの紹介のほか、社の事業活動でのカーボンニュートラル実現に向けた水素活用への期待、 水素の安定供給、経済性など、えー、一社ではまあ解決できない課題を一緒に検討したい、えー、他の参加者と連携するチャンスを得たいと、えー、いったプラットフォームへの期待について、えー、ご意見をいただいたところでございます、えー。本プラットフォームへの参加受付につきましては、キックオフ会合をスタートとして開始をいたしまして、えー、3月24日、昨日時点で、えー、事業者等の参加数は42社団体となってございます。 令和3年度は引き続きプラットフォームへの参加を募りますとともに、カーボンニュートラル実現に向けた国の検討状況とのタイミングを捉えた全体会合による最新情報の共有、より具体的なテーマでのダイアログの開催により、関係者の相互理解、交流、連携の促進を図っていくことといたしております。報告はははでごごござざざいいいいいいままますす、はい、ありがとうしした、えー、これについてはよろしくございますか、はい えー、それではあの、その次、令和2年度プラスチック対策プラットフォーム会議の開催結果について、プラスチック対策検討会から説明をお願いします。はい、資料10をご覧ください。今年度のプラットフォーム会議の開催結果についてご報告いたします。この会議は、琵琶湖淀川流域、海ごみ抑制プラットフォームを解組しまして、えー 昨年、令和2年12月にプラスチック対策プラットフォームを設置しました。今年度は会議を2回開催しておりまして、この会議では本検討会を行いましたプラスチックの代替品の普及可能性調査、およびプラスチックごみ産卵状況の把握手法等の調査、これらの報告を行うとともに関連する情報の共有を行いまして、今後の調査の進め方や取り組みについて議論をしております。会議の内容については、その下にありますようにプラスチックごみ対策 ゼロシンポジウムとして行いました第1回会議と、裏面の第2回会議の状況でございます。まあ、今年度はコロナの影響もありまして、思うように開催できないこともありましたけれども、今年度の調査の結果も踏まえながら、来年度はさらに活動を推進してまいります。以上ですすはいいいありがとうござまましした、えー、よろしくございますか、えー それでは、あの、8番目の、循環護士試験の実施結果について、本部事務局からお願いします。はい。えー、それでは資料の11をご覧ください。えー、さらに2月7日、えー、ご覧の6府県、6会場で実施をしました、循環護士試験の実施結果につきましては、えー、3月12日に合格発表を行っております。えー、実施結果につきましては、ご覧のとおりでございまして、合格率は98.4%で、前年に比べまして2.6ポイント上昇をしております。 なお、5番目の採点の取り扱いについてでございます。全150問の試験問題のうち、問いの66につきましては、今年度より試験問題の作成及び自己評価等を委託しております、一般財団法人日本循環護士推進センターが、問題として適切であるが、受験者レベルでは難しすぎるため、正解者及び不正解者とも正解として採点するという決定をされました。 広域連合としましてこの決定を検証しましたところ妥当であるというふうに認められるため受験者全員を正解として採点することといたしました説明は以上でございますはいありがとうございました、えー、あのご苦労様でございます、えー、それで残りはです、ね、あの資料が資料12、13、14とあるんですが あの関西広域連合の10周年の記録紙ができましたので、これ、きちんとした印刷ができました、あのお手元に配布しておりますので、えー、なかなか面白いんじゃないかというふうに思います。えー、そのほかあの、委員会議会の予定やイベント等スケジュールについて、資料でまとめております。以上で、広域連合委員会、今回は終わりしていただきたいと思います。 はい、どうもありがとうございましたそれでは引き続きまして報道関係の皆さんからご質問とを受けしたいと思います挙手の上社名をお名前をお願いいたしますはいどうぞ、えー、3列目 NHK 大阪の西村と申します新坂連合長にお伺いします 今回あの、採択されました、このコロナに関するあの感染防止のための徹底宣言についてですけれども、まあ、今回、ここでこういう取りまとめをしたことの意義について、改めてお願いいたわれわれの,、えー、の,あのこう打ち合わせというか、あのその中でも、ですね、えー、どうもちょっと再拡大の恐れがあると、えー、これはあの油断しては危ないと。 いしたが共通の認識ですで従って、われ、えー、我々もちろんあの保健医療行政とか、えー、保健所とか、えー、そういうとこは頑張ってやってるんですけれども、えー、あの府県民の方々に対してもです、ね、特にあのこの春の人の移動期ですから、えー、そういうことを踏まえてです、ねあのえー、こういう行動についての注意ですね。 これをやっていただいたらいいんじゃないか、それをアピールするということは意義があることだと、そういうふうに考えた次第であります。よろしいでしょうか。特に訴えたい点というのは、この中でありますか。あの全部です。います、はい、え前列中央先ほど。はい 読売新聞の松本です、二坂連合賞にです、ね今日あの、えっと発表になったあの万博の、えっと、パビリオンのです、ね、基本構想はあの万博に広域連合がです、ね、出展パビリオンを出展することのです、ね、意義と、あのこの構想案のですね、まあ、なんというかあの、についての受け止めをお願いできまずですね、えー、大阪・関西万博なんですね、それでもちろんあの大阪府、大阪市さんが一生懸命頑張ってるわけですけれども、 関西全体としても、この万博を盛り上げようということで、えー、わざわざ名前まで付けていただいてるんですから、えー、我々は参加しようというふうには、まず思うわけですね。その時に、じゃあ、あのどんな形であの関西はアピールしたらいいかということなんですけど、な、え、ん、ー、せ関西のど真ん中でやる万博ですから、えー、しかもあの島の中ですからね。 えー、そこだけであの完結するというのは多分あの規模を考えるとあのちょっと物足りないですよね。でそうすると関西全体にですねあの人が散り、えー、そしてまた戻ってくると、えー、中では中の経験をしそれから外では外の経験をするで中の経験っていうのはあの、えー、限られたスペースですから私自身はあのバーチャルリアリティで あの議事体験をどんどんんんやっってもらったらたいいいじゃないかとそれは例えば和歌山はあの自分の,あの部屋ですね関西広域連合館の中に和歌山ブースを作ってもらうように提案をしてるんですけどえその中では和歌山はまあ観光だろうなとで観光の疑似体験がそこでできリアル体験は和歌山へ来てやってちょうだいというふうに考えたらいいだろうねと。 いうふうに思っているんですけど、それは何も観光に限らず、関西っていうのはありとあらゆる意味でものすごく作れたものがありますから、各県それぞれ特色のあるものをそれぞれ作ればいい。そして、えそれはバラバラじゃいけないんで、関西全体としてのコンセプト、あるいは優れている点、えアピールする点、それをですね、あの、共通のエントランスのところで全部に認識させると。そういうことを私は願っていますけど、 これからみんなとと相談をしててて仕上げいいきたいと思っております確認なんですけども今日示された基本構想案というのはある程度これはもうベース固まったものであと詳細を詰めるイメージなのかこれが叩き台でガラッと変わることもあるんでしょうかガラッとは変わらないと思いますけどまだご覧のようにそんなに精緻なものが今日お出しできてるわけじゃないでしょ。 ですからこれをもとにしてまたたくさんの要素を入れてね仕上げていくというのは我々のこれからの仕事だと思います。 最後に、ってあのこの、えー、とスケジュール下見ますと、今から8月まで検討されてです、ね、8月に正式にあの出店を決定されるということなんですけれども、えー、出店されないことっていうのはあるんですかね、基本も今日出店の意思は表明されたということでいいんで結構でありますあの地元の吉村知事もです、ね、関西広域連合の,あのパビリオンが、まあ、不死のパビリオンの近くにとところで、その相乗効果なるについて受け止めいただけますでしょうか。 あの府市のパビリオンの隣に設置するということで、いろんな斎場であったりあの、イベントであったりあの、この万博の期間中に連携できること、たくさんあると思いますのであの、大阪府市と関西広域連合のこのパビリオン、連携でしてで,す、ね、あのできることをやっていきたいと思ってまほか、はいえー、にございますでしょうか、はいえー、一列目かどう、はい、京都新聞の峰と申します。 大阪あの兵庫京都の各地にお尋ねしたいんですけれども1月のこの場でですね3府県がまあ協議して緊急事態宣言の要請等するという話が あって、ずっと三府県強調してきたと思うんですけども、え、二月二十三日にですね、三月七日を待たずに、三府県で緊急事態宣言の解除というのを政府に要請されました。ただ、実際ですね、まあ、あの、気の緩みなのかどうか、季節的なものなのかわかりませんけども、まあ、その前後して、実際あの、感染者数が増えているという事実があります。そこであの、三府県の知事にお尋ねしたいのですけども、2月23日の段階で3月7日を待たずに、2月末で解除してくれというふうに判断したというのを今思、今を、 まあ振り返ってです、ね、その判断が正しかったのかどうか、今、どう考えかというのを教えていただきたいと思いますまずあの緊急事態宣言というのは、僕自身はだらだら続けるものではないというふうに思ってます、感染の爆発拡大を防いで、えー、そして、えー、その医療のいわゆる崩壊状況にな,ってなるリスク、これをまああの回避すると。 いうことに大きな意義があると思ってますので、まあ、それを回避するための基準を設定し、その基準がクリアできたのであれば、これは専門家の意見も聞いた上で判断するということでやってまいりましたので、あの間違ってたという判断はないというふうに思ってます。いずれにしても緊急事態宣言はいつか終了するわけですから、終了するとどうしても人,が出てあの,人の動きというのは出てきます。その時に この感染をどう抑えていくのかというのは、必ずぶち当たる問題でもあるというふうに思ってますので、そういった意味では、この緊急事態宣言解除になり、そして徐々に徐々に対策を取っていくという中で、この間やってきてますが、それが徐々に感染が増えているということで、増えることに対してのその都度、適切な対策を取っていくということが重要であろうというふうに思っています。現状を見ますと やはりこの3日間を見ましても、感染が増加傾向にあると、つまり3月の中旬ぐらいに感染した方の数が今、出てきているのではないのかなというふうに思ってますので、これについては、この3月中旬、下旬今、今も非常に警戒しなければならない時期に入ってきていると、4月の上旬、非常に年度またぎの時については、警戒しなければならないと。 いうふうに思ってますので、えー、この中で、えー、より適切な対策を取っていく必要があるだろうというふうに思ってます、それから緊急事態宣言が発せられてなかったあの宮城であったりあの、沖縄であったり、さまざまなろで感染が急拡大してますので、あの解除とはあまりこう密接に関係するものではないだろうと思ってます、あの首都圏においてもこう解除に、えー、なりましたが、解除した後どう対応していくのか。 そこは常に、僕は緊急事態宣言というのは、入り口より出口のほうが難しいと思っているんですけれども、適切な対応を取っていくということが必要だろうというふうに思っていますあの1月の状況を踏まえて、1月の5日に広域連合会議、緊急の会議をして、特に3府県が一体的な地域でもあるので、3府県で、 よく協議をした上で、あの機動力など対応してほしいというのが、広域連合からの我々に対する要請で、それで1月の7日に相談をさせていただいて、7日に相談をさせていただいて、その日に申請をして、8日から、という指定を、緊急宣言下に入ったわけですけれどもあの、それはそんなに随分効果が上げたと思います。で 兵庫においても2月の28日がですね、あの結果としてボトムになっているんですね。ということは、あのその成果のがあったことで、えー、解除する環境ができたということだったんではないかと思っています。ただ、その時もですも、ね、皆さんあの心配されたのは、リバウンドをどう対応するかということだったわけで、えー、リバウンドが起こらないように、あの自主的、主体的に、 えー、時短を継続する、あるいは県,県民への呼びかけも継続するというような対応をやってきたわけです、えー。それなりに安定してたんですが、ここに至ってですね、特に兵庫もこの3日、今日昨日その前、一昨日この3日間あの、かなりの数が増えてますので、あのそのような意味では、まだ3月いっぱいの、 対応になっていますけれども4月1日以降の取り扱いを対策本部会議を開いてしっかりあの検討した上で、えー、県民や事業者に要請していかざるを得ないのではないかこんなふうに思っているところですあの少なくともあの解除が問題だったということではない、えー、と思っておりますえー、まずは1月5日の え3府県でとにかく連携してやっていこうという、この枠組みが一番まだ重要だと思ってます。その上で、緊急事態宣言というのは、今取りうる手段としては、最もレベルの高い感染予防の措置でございますので、それについては、京都も非常に大,に大きな効果があったし、大阪、兵庫よりも若干早めにその効果が出たと思っております。まあ、逆に言えば、効果が出れば、ですね次はやはり解除、吉村知事がおらせたとおに非常にタイミングが難しいんですが、 あいずれは解除するということなので、しかも国が最終的に判断するということなので、三府県足並みを揃えて一表示をするということは、極めて大きな意義があったと思っております。で、京都の場合は、まあ、若干今もまだ感染者数は少ないんですが、足元の状況を見ますと、やはりじわじわと広がっているということと、やはり臨県の大阪兵庫の感染状況には十分に注意を払って、また、 再び連携する必要があるときにはですね、躊躇なくお話し合いをして、新しい手を打ちていきたいと思います。ただ、いずれにしても、この年度代わりのところっていうのは、やはり、どうも人の動きが多いし、宴会等の機会も多いということなので、まあ、この時期、本当に感染予防策、我々もあの、京都マナーというのを打ち出して、何とかお願いしておりますけれども、今回、 感染拡大の防止の徹底宣言も決めていただきましたので、関西一丸となってですね、感染予防対策に取り組んでいく。まあそのために京都も貢献していきたいし、引き続き連携を取ってまいりたいと思っています。以上です。はい、えー、っと二列目よろしいですか。どうぞ。さあ、ABC の大久保と申します。あの二坂連合長にお伺いしたいんですけれども、あの皆さんにおっしゃる通り、今あのじわじわと感染者が増えている件も。 都、えー、府県も増えているんですが、今の状況を率直でどういう状況だというふうにお考えでしょうか。あの油断できない状況ということでしょうね、あの2つの意味があって、えー、あの私は感染症対策はあの2つの要素からなってるとずっと言い続けているんですが、あの1つはあの保健医療行政がきちっと対応すると。 いうこ,とでこれはもうあの、はいあの、比較するところを比べると申し訳ないんで、言わないんですけど、あのもうわれわれの仲間はあのきっちり対応していて、なかなか感染力が大きくなると、全部について100点は取れないんだけど、あのきちんと対応していると思います。先ほどあの、えー、大阪府の重症病床の話がありましたけど、 これなんか、まさにその典型で、将来に備えて、そちらの方もきちっとやってるということですよね。あの、それから、あの、資料をいつも提供しておりますが、我々、こういうことをやっとるぞということについて、情報の共有をしながら、あの、えー、みんなで、あの、抜かりはないかということをきちんとやってるという意味で、あの、そこは大きな要素だと思うんです。で、それを、 油断はしないようにしようねというのが一つあると思います。でもう一つは、今度は、あの、不、えー、県民の行動の部分なんですけれども、えー、これについては、あの、えー、少し油断めさるなということをですね、あの、ちゃんと言葉でもって、えー、アピールしないと、あの、我々心の中で思っててもそれはできませんから、共通の感染防止徹底宣言を作って、 えー、府県民の方々に、えーえー、みんな言おうとで、和歌山県もちょっと増えてきてますから、えー、大事だと思うし、それから、まああのえー、全く抑え込んでる鳥取県とか徳島県とかありますけど、そういうところも将来に備えて油断はめされるなということは大事だと思いますので、これ、みんなの共通の認識にすべく宣言を出しました。以上です列目後ろ、はい 日本経済新聞の大本と申します。えっと、井戸知事にコロナ対策について伺いたいんですけども、えっと、大阪府と十分整合性を持つように対応していきたいと、で、週明けに対策本部会議で決めるというふうにおっしゃっていたと思います。えっと、吉村知事、今日ですね、あの、大阪市の時短要請を来月の21日まで延長するっていう考えを示しまして、区域全体へのエリア拡大の可能性にも言及をされているんですけども、井戸知事の現状の認識としては、その4月1日以降は、 現行の時短要請を続けるというのか、それともまあ感染状況を踏まえて対象地域の拡大も検討されているのか、まあ、大阪府はその21日までということですけれども、そのあたりの日付についても、今現状、どういう認識でいらっしゃいますでしょうか現状認識とすれば、先ほど申し上げましたように、3月31日で今の規制お願いが。 終わりますので、四月一日以降から無罪方面になるような状況ではないし、えー、事業者や県民に協力をお,お願いしていく状況にある。えー、ただ、この三日間の状況を見ていると、かなり急ピッチな増加の状況ですので、どのようなお願いの内容にしていくのかということを十分に検討しておく必要がある。 それは検討はです、ね、あの事業者に対する時短要請ももちろん入りますし、えー、県民に対する行動抑制についても入りますしそれから今、大阪との関係で尼、えー、崎、西宮、芦屋、神戸という阪神間をエリアとして対象にしているわけですがあのエリアはそのエリアのままでいいのかどうかということも検討の対象になる。 というようなところではないかと思っています。その際に大阪あのおとりになるような内容についても十分あの前提になるものとして検討させていただくことになろうかと思っています。はい、えー。それではあ他にないあじゃあえっと最後に一方どうぞ。読売テレビです。えー 関西広域連合に、まあ、広い意味であの関わりがあるということで発言させていただくんですが今、兵庫県知事選挙をめぐってあの自民党の県議の一部が、えー、と大阪府の財政課長の立候補を要請しているという状況がありますこれについてあの井戸知事、コメントいただければと思うんですがいかがでしょう。えっと私も言おうと思いました。 それでは以上で終了させていただきますどうもありがとうございました